2020年1月28日火曜日夕方17時半を過ぎました。こんにちは、木村美香です。木村美香のラジオみたいなテレビ、ミカラジ TV スターティン。改めまして、こんにちは、木村美香です。今日はね、ちょっとギャラリーがいなくて、青木プロデューサーと2人で寂しいので、皆さんコメントバンバンください。どうぞよろしくお願いしますね。ですね、スタンプいっぱいありがとうございます。ありがとうございます。今回私、今日のメッセージテーマ、小学校の子供の頃に見ていたテレビ番組何ですかって聞いたんですよ。そしたらね、すごいいっぱいコメント来たの。やっぱりみんなテレビっ子だったよね。もう決めちゃう、テレビっ子だったよね。私もね、今日みんなからもらったコメント見ながら、そうそうそうとか、へえっていうのもたくさんあって、早速ちょっと読んでいきますね。これはね、ミカラジネーム、マグロアスカさん、ありがとうございます。やっほーミカさん、子供の頃好きだったのは、NHK のなんとか探検隊。わかんないの、それが。なんとか探検隊ってなんだろう。わかる？皆さん。ポッケっていう猿が大好きだったんだって。あれはそれあるある探検隊。行くよーってね、気絶しちゃうんだよね。知らない、私これ知らないの。 NHK のポッケっていう猿が出る番組、ご存知の方いますか？私 NHK はもうあれ、スプーンおばさん見てた。ちょっと何時からか忘れちゃった、6時45分ぐらい、スプーンおばさん見てて、あとは弟がちょっと年間離れてるので、私が弟がテレビ見始める時はもう私は小学校の高学年ぐらいだったので、お母さんと一緒に見たり、あとなんだ、みんなの歌、あ、何ポッケ懐かしいって、天野さんわかるの？何それ、ポッケっていう猿の名前、猿何。もう今青木さんがさっきね、このねカメラの向こうであるある探検隊やってたから、それしか出てこない。あるある探検隊しか出てこないよ、もう。え、何ポッケってなんだろう。そうなんだ、懐かしいって知ってる人いるのに、分かりました、ありがとうございます。さあ、そしてやっぱね、これはね多かった。ずんどこべろんじょさんもありがとうございます。ずんどこべろんじょさんからも、あとね、なんとさんも、私もそうなんですけど、やっぱりもうこれ8時だよ全員集合ね、もうこれは鉄板でしょってちょっと思ってしまった。こう多分流れでいくと、7時から漫画日本昔話を見て、でクイズダービーがそのままついてるんですよね。でも私多分子供だから、そのクイズダービーのそのなんか点数の仕組みとかよく分かってなくて、3なんか全部とかさらに倍とかやってたでしょ。あれも意味もよく分かってないけど、なんか見てて、で平日は8時に寝なきゃいけないんだけどね、これずんとこべろんじょさんもメッセージくださったんですけど、平日は8時に寝なきゃいけないんだけど、土曜日だけは全員集合を見て9時に寝るっていうね。そう、多分ね、どこのお家もそうだった気がする。小さい低学年中学年ぐらいの時はね、そう、カラスなぜ泣くのとね、あとヒゲダンスとね、志村後ろね、そう、あの会場に行ってるの羨ましかったもんな。なんか東京の人はいいなと思ってた。あとね、私今だから思うけど、こう自分が大人になって親になって思うのは、やっぱりドリフターズは子供には見せたくないかもってちょっと思う。大人になると楽しいんだけど、だってさ、ちょっとイメージして、全員集合のさ、あのステージでやってるコントでさ、いかりや長介がいろいろやっててね、で横でさ、カツちゃんとシムナがさ、こちょ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 いたずらし始めるじゃない。それを確かに面白いんだけど、大人になって冷静になってみると、あー、確かにこれは子供には見せたくないなってね、ちょっと私も思いましたよ。そうそう、いずかね、坊や良い子だねんねしな、そうあと、なんだっけ、でんでんでんぐり返ってバイバイバイもね、エンディングのね、ね、歌ありましたよね、ね、ほらみんなちゃんと昔の引き出しちゃんとあるじゃないですか。ねえ、そうで、ドリフが終わってしまったから、ひょうきん族に私は移ったわけですよ。ひょうきん族に移った時はもうある程度大きかったのかな。
もう大きかったから意外と覚えてるんですよね。あ俺、の藤総裁のさ、藤総裁、 CM 見加るトと、ちゃん、そう、加トちゃん、 CM 見るとさ、あんた好きねって思い出すよ。加トちゃんね、今ね、藤総裁の 青木プロデューサーがね、それを見るとね、あんたも好きね思い出しちゃうって、チャッチャララチャッチャッチャッそチャだうよそうね。そうそう。私前それ着メロにしてたよ、携帯。 パカってやる携帯の時に 着メロにしてたことがある、それ。 そう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  そうなの、そうなの。チャンチャララーンってね。チャルルルルル、やばいやばい。ね、ドリフの話は本当に止まらない。ね、今でもそう、DVD 買って娘たちも笑いながら見てるんだって。いいね、DVD ね。ね、今またドリフみたいな番組あったら、でも今の時代は無理なのかな。あの時代だったから通用するのかな。ちょっと分かんない。もう思い出す、涙出ちゃう。そのね、メッセージいただきましてありがとうございます。そしてね、これね、ナントさんはね、いっぱいくださったんですよ。ちょっとね、ナントさんの場合は私よりもいくつか大人なので、見てる番組がちょっと大人なんです。で、私はちょっとドキドキしちゃうのと、あと女子なので、男子が見てるものが、名前は知ってるけど、どんな話か分かんないのもあって、巨人の星、マジンガー Z、サスケって何？サスケって忍者。忍者の話なんだって。で、11PM ね。これは大人の時間だよね。もう11時でしょ？小学校の時見てたよ。小学校。そうか、男子は小学校の時に 11PM 見てたんだ。でも、見てたんだっていう肝を決めつけ。あと何？ウィークエンダーって何？ウィークエンダーってことは、週末にやってるのかな？そう、情報番組？何？ウィークエンダー知っての、る？なんだっけ、あのおばちゃんが誰？デビューしたおの、ばさん？誰だろう？女優、女優？大女優、誰？ウィーク渡エるン世ダー。間は鬼ばピかンり、コ？ピンコ？そう、泉いつもピンコピンはそコ？こでデビューしたの。そこでデビューしたんだって。へえだね。へえ。そうなんだ。まあ、あと全員集合でしょ？あと、なるほど、ザ・ワールド。見てた。消えたね、キンキンね。そうそう、あとね、マグマ大使って、これ漫画？そう、あ、違う違う、実写。実写？ピーとピーピーって、マグマ大使ってやるとマグマ知大使らがなやい。ってマくグマ大使は、ちょっと多分私より上の人だよね。私49年生まれですよ。る。小学校、あれですよ、低学年の時。白黒？ 怒られちゃうカラーね。ですね。カラーだって 白黒なんて怒られちゃうね。あと何？お笑いスター誕生、お笑いスター誕生ってさ、昼間やってたやつ？土曜日やってた。コロッケとか。そう、コロッケとねか、木梨とか、え。あ、のり立てそとれか。はなんとなく覚えてるぞ。あとは、フィーリングカップル5対5、くだれ食べちゃった。ピピピピピピってそう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 。なるやつだよね。ピピピピってね。キーハンターって、土曜日にやってた。千葉真一が出てるやつ？そう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 。お、野際陽子とか？お、お、なんかクイズみたいになっちゃった。当てっこクイズみたいになっちゃった。あ、ちょっとさすがに大人はいろいろ知ってるよね。私もここでって確実に言えるのは、なるほどザ・ワールドかな。ジャイアントロボって何？行け、ジャイアントロボ漫画？ー。いや、実これ写もで実写す。なうん、の？実写。好きへだった。ガンダムみたいな感じ？また違うの？あ、ガンダムとか言ってるけど全然わかんないよ、ガンダムは私。すごい新しいね、僕のイメージ。あ、新しいんだ。そうなんだ。これ私今いろいろ言いましたけど、皆さんわかる方いらっしゃるんですかね？へえ、面白い。そうか、ちょっと待ってね。そしてあとね、もう、これはね、華やかな小鹿さん、いつもメッセージありがとうございます。子供の頃好きだったテレビ番組は、ドラえもん。そうだよね。ドラえもん、パーマン、お化けの Q 太郎など、藤子不二雄系のアニメ。そう、多かったんですよね。あと私、あれ、これ見て思い出した。怪物くんもやってましたよね。怪物くそう、ん、怪物くんやってて。あとは、これ面白かったの。祝日や風邪などで学校を休んだ日は NHK の教育番組を見てましたって。確かに、熱がなければちょっとテレビ見、私見せてもらえたかな、学校休んでる時なんて。学校休んでるんだからテレビなんて見ないで寝てなさいって言われた気がするよ。 あとは夏休みとかね、冬休みの長い時は見れたね。私、
あられちゃんが好きだったんですけど、母親がね、見せてくれなかったんですよ。なんか汚いとか下品みたいなことを言って見せてくれなくって、なので大人になってね、社会人になって夏休みにこう再放送で静岡のテレビ静岡とかでやるときはバカみたいに見てた、あられちゃん 反動で。それまた新しいじゃん。あられちゃんは新しいんだって。そう誰なんのだ、時なの？私は小学校の時ですよ。そうなんだ。でね、これはね、リボンの騎士が好きでよく見てましたってメッセージいただいたんですよ。リボンの騎士って帽子かぶってる女の子のやつ、黒い帽子かぶっててみたいなやつ、白い帽子？白く黒なんか真っ黒だっけ？黒い帽子違うのかな。リボンの騎士っていうのは聞いたことあるんだけど、ってことはリボンしてるってことでしょと思ったんだけど、じゃあ何色のリボンなのかなとかちょっと浮かばないけど、黒い帽子かぶってない？違う？ ちょっとこれ、魔法使いサリーとか。サリーちコゃん、ンテコマコマイコンテコマサコリーちゃん、それはアッコちゃんじゃないの？秘密のアッコちゃん、あれ？テクマクマヤコンはアッコちゃん？あ秘密のアッコちゃんか。れ、サリーは何？あ、魔法使いサリーだ魔もん法使ね。いサリー。秘密の、アッコち秘ゃ密んは、のあ、アッアッコちゃコんだよちね。ゃん。それがテクマクマヤコンでしテょ？クマラクミマ。パス、ラミパス、ルルルルルでしょ？魔法使い。サリーは何？魔法使いサリーは何ていう魔法かけるあっの？たっけ、そんなの。魔法使い？サリー。サリーちゃんは何て言って魔法かけるの？だ、そうやって言われるとちょっと秘密のアッコちゃんとサリーって違うよね。違う違う違う 同違じ、う同違じでうしよょ、ね。全私ちょっと、多分私よりもお姉さんが見てる番組なんだと思う。でね、このね、リボンの騎士が好きだったってメッセージくださった方はね、父がいる時はテレビチャンネルは父でね、プロレースが好きだったのでよくプロレースを見てたって、力道山が好きだったのでって書いてありましたっていうねメッセージいただきまして、ありがとうございます。待って、ちょっと誰か教えて。テクマクマヤコンと、それはアッコちゃんでしょ。サリーちゃんは何て言うの？わかんない、歌しか出てこない。サリちゃん。ほら、翔平が真似するじゃん。サリーじゃなくて、よしこちゃんの真似。もう話がどんどん飛んじゃう。もうごめん、ちょっと話が飛びすぎた。待って、あと、ララベル。ララベルって漫画があったんですよ。それは好きでよく見てたのは今ちょっと思い出したんだけど、ごめんごめん、本当にわかんない。テクマクマヤコンはアッコちゃんでしょ？サリーちゃんはなんて魔法かけるの？あとはね、あと私ね、ちょっとメモってきた、自分がね、見てたやつ。なんだっけな、サザエさんは日曜日にずっとやってたんだけど、火曜日にやってたの知ってます？火曜日のよね、サザエさんはね、歌が違ったんだよね。窓を開けましょう、ルルルって歌。呼んでみましょう、サザエさんって。それがね、火曜日版のサザエさんでね、そう。多分ね、これ見て、そうそうそうって言ってくれてる人いるはず。3人ぐらい。少な。あとね、私はこれは、多分、時間はね、多分9時、夜9時とかだったと思うんですよ。寝て、多分私は寝なくちゃいけない時間だったと思うんですけど、金ちゃん、金どこ。良い子悪い子普通の子とか、金ちゃんどこまでやるのとかを、メッセージありがとうございます。リボンの騎士は手塚治虫。ヤイズ TV にどこでもドアで行きたい。本当来てもらいたい。本当にわかんないもん。くすだえりこね。くすだえりこです。似てない？似てる？くすだえりこです。ちょっと待って、なんだっけ、そう、金ちゃんの話。金どこと、なんだっけ、あれ。ね、サザエさんね。そうそう、火曜日違ったでしょ？で、あとは、サリーちゃんの呪文はマハリクマハリタなの？マハリクマハリタって魔法をかけるの？サリーちゃん。ほら、テクマクマヤコンじゃないじゃん、沖さん。それはアッコちゃんのマもんリだっタ、て。マハそう。ちょっと、待って。リクあ、マああ、ハなんリだ、タ、なんだ、なんだ、なんだ。ちょっと待って。待って、金ちゃんの話ね。金ちゃんでしょ？で、あとは、
日曜日の夜7時半から8時からは家族対抗歌合戦なんですよ。だけどそれはもうね、寝る時間だから見れなかったんです。次の日学校だから。で、7時半からね、ハウス食品が提供のなんかアニメやってたの覚えてません？ねえ、世界のなんかお話みたいな、商工女性らとかやってたんだけど、私ね、話はあんまり覚えてないんですけど、南の島のフローネってやつがあって、そのね、歌が好きだったのを思い出して。歌で覚えてる。どんな話だったかちょっと覚えてないんだよな。南の島の女の子の話なんだけどね。あ、こっちだった。ごめん、ごめん、こっちだった。とか、あとは歌番組ですよ。ベスト10とトップ10と夜ヒット。スター誕生はね、私あんまり知らないの。そうなのよ。古いんだ。古い、私が若いんだよ。青木さんよりは私が若い。 そう、だってベストって、まあ、もうその時はもう聖子ちゃんが見たくて。でもベストってほら9時からだから、子供は寝る時桃間ちなゃんのの世で。代だもん俺。桃枝ちゃん、あ、青木プロデューサーも桃枝ちゃんの世代なのね。森昌子と森昌子。そうかそうかそうか。中3トリオ。桜田淳子ね。そうそう。あ、なんかちょっと嬉しいメッセージ。フローネの毛布なんてあるの？何？フローネの毛布って、フローネの顔が書いてあったってこと？すごいすごい。ちょっと、母を訪ねて三千里。フローネ見てた？ちょっと面白いね。面白いね。漫画の話とかテレビの話盛り上がっちゃうね。 そう、あとね、私ね、なんだ、金ちゃんのほら、あれ、もしも明日がなんだっけ、タラー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 、なんだっけ、のぞみかなえたまえ、なんだっけ、あの3人、名前なんだっけ、名前なんだっけ、メダカの兄弟がの、なんだっけ、グループ名、のぞみちゃん、かなえちゃん、たまえちゃん、なんとかトリオ。いや、じゃない。チャンバラトリみたいになっちゃう、それ。 違うよ、なんだっけ、あの3人娘じゃなくて3姉妹。困っちゃう。はい、スタタンは見せてもらえなかったんだ。そうなんだ。スタタンっていうのはいつ終わってしまったの？私はなんか昔の懐かしい番組とかで見たことしかない。わらべだって、わらべ。わらべ！さすがちょっと伊豆川さん、おばさんだね。 ひどいね、ごめんね。 わらべね、わらべ、わらべ。なんとかトリオじゃなかった。じゃ、なんとかトリオじゃない。 チャンバラトリオしか出てこないもん、もう。 ちょっと面白い。夜ヒットも見てたし、でも夜ヒットは多分小学校4、5年、6年生ぐらいになったら全部見れるようになったけど、9時に寝なきゃいけないからね、小学生はね。朝6時に起きれないからね。そう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 。そんなんだった。あとはね、これ、ピンポンパンとね、ポンキッキーは見てましたね。ピンポンパン、でもピンポンパンはなんかあんまり覚えてないんですけど、最後になんか木の中からおもちゃもらえるでしょ、あれ。違いましたっけ、なんかそみんなれ。踊ってんねん。ズン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 ピピンンポン、それドリフじゃないの？ それ、ズン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 ってンポンドリパフン。の歌じゃないの？頑張らなくっじちゃ。ゃあ、頑張らなくっちゃって、ドリフターズの歌じゃないの、それ。頑張らなくっあれ、誰の歌？ドリフちゃ。ピンターポズの。ンパン体操じゃん。ピンポンパン体操。あれ、ドリフターズが歌ってるのは何？それドリフターズだよ。えれ、ドリフターズだよね。ピンポンパン体操。ピンポンパン体ズン操？ズンズズンズンズンンズンズンズズンピピンンポンパンパンで、私ドリフが歌ってたのしか知らないよ。あれ、困っちゃった。そうなのね。何？いつかさん、はい。悪者前髪が伸びるのが好きだって、これ金ちゃんの話ね。 良い OL、悪い OL、普通の OL とかもあったよね。やばい、ちょっと懐かしい話が。あとなんだっけ、あとなんだっけ、違うよって何？何が違うの？何が違うの？頑張らなくぐっちちゃ、ゃー、頑張らなくっちゃの話？ もうごめんごめんね。私、大人になってドリフターズの CD を借りたわけですよ。借りて、東村山音頭が4丁目から始まって、で、3丁目があるじゃんね。東村山3丁目って歌うんだけど、なんで2丁目がなくて1丁目に行くのかが すごい不思議だったんだけど、何何混ざってるって、何が混ざってるの？もう伊塚さん、どこでもドアでおいでよ、ここに。 もう全然話が分かんないよ。
そう、そうなんで、ちょっと今ね、このカメラの後ろに何人かいらっしゃるので聞いてみよう。6時からのあきらさんは子供の時に見てた番組、テレビ番組何かありますか？うん、今日そういうテーマで皆さんからメッセージをいただいてるたらね、結構盛り上がってるんですよ。僕はもう普通にキャプテン翼とあ、か。6時からのあきらさんはキャプテン翼。それこそ最近じゃないですか？あれですよね、キャプテン翼ってさ、ボール蹴ってからすっごい長いよね、ゴールまでがね。ね、シュートするまで来週行っちゃうもんね。すっごい広いフィールドでやってんだよね。スラムダンクと同じでね。巨人の星も投げたら、ここに来るまで長い。もう来週になっちゃうよ、こ れ。そう、本当だよね。もう絶対打たんね、もう来週になっちゃうもんね、打つのはね。で、6時半からのアキラさんはなんか見てました？子供の頃、テレビ。暴れ発着とか。暴れ発着っおて、化けの Q 太郎お化けとの Q 太郎わかる。暴れ発着って何？実写？ドラマ？漫画？ドラマみたいな。どんな？どんな？青木さんどんなんですか？暴れ発着。全く見てないです。わかんない。でも聞いたことがあるぞ。あ、ロボコン？ロボコンってあったよね。あったね。ロボコンってあったよね。赤い。あれ？赤？ピンク？待って、今もうタイムボカン、頭がね、どんどん切り替わってるの、ごめんね。早い、タイムボカンシリーズも見てた、そういえば。えんやこらや、どっこいじゃんじゃんこらやって。それは違うじゃん。これでしょ？ 8 時だよ、全集合のだよ。違う、もう涙出てきちゃう、面白くて。ドリフの銭湯のコント。銭湯のコントって何なの？ドリフの銭湯のコントってどんなの？たらいが落ちてくるのしかわかんない。銭湯のコントってどんなんだろう。もう時間ですよ。時間ですよは、誰の時間ですよ？おかず堺さん。正章？そうそう、おかずさん。私、とんねるずのしか知らないの。とんねるずやってた？後から。あ、やってた。そあ、青木プロデューサーは、マチャーキンの時間ですよ。だって、キキキリンとね。浅田美代美代子が、そう、可愛くて出たんだよね。あの子は、のね。そうそうそう。私はとんねるず、森光子だよね。とんねるずの時間最近でですしよ。ょ。やら、この、ちょっとギャップ。次ギャップですよ、この差。面白い。同じのやってても、ちょっと違うんだよね。お化けの Q 太郎って言って、私出てくるのは、確かに漫画も出てくるんだけど、ひょうきん族の西川のりおがやるお化けの Q 太郎が出てきちゃうんですよ。知らないでしょ？知らないでしょ？知らないでしょ？あとでみんなググって、すごい、西川のりおがね、真っ白に塗って出てくるのがあるの。コメットさんは大場久美子でしょ？違うな。あれ？ここなら恵美子だもん。誰誰誰？ここなら恵ここの絵由美子？美子。知らない。ちょっと、これ来週じゃないし、今度2月なんだよな。またテレビの話しよう、これ。ピ面ンキーって白。知らず知らない。ピンキー、忘れられないのは知ってるよ。あの人コメントさんですね。そうだ。だって知ってた、みんな。ちょっと、へえだよね、今ね、これ、95へえぐらいだよね。そう、ピンキーとキラーズのあの人がね、初代のコメントさんだったんだって。すごい、私ちょっと衝撃。そうなんだ。ごめん、こんな時間になっちゃったから、もう今日終わるね。皆さん、コメントいっぱいありがとうございました。次回が、私は2月の、18かな、18の火曜日のお届けです。次6時からは、あきらのようこそ八本で、引き続き IGTV でお楽しみください。それではまた、楽しいお話しましょうね。木村美香でした。バイナラ。ちょっと面白い。なんだこれ。